同性同士が結婚できないのは憲法に違反するとして国に損害賠償を求めた裁判、福岡高裁で開かれた控訴審は今日結審しました。同性同士の結婚が認められないのは婚姻の自由や法の下の平等などを定める憲法の規定に違反するとして、福岡市の男性らなど九州に暮らすカップルが国に損害賠償を求めています。去年6月の一審判決では損害賠償の請求を棄却。その一方で同性カップルに婚姻制度によって認められる利益を一切認めず、自ら選んだ相手と法的に家族になる手段を与えていないのは憲法に違反する状態にあるとして、個人の尊厳と男女の平等を示した憲法24条2項については違憲状態としました。今日開かれた2回目の弁論では、福岡市に住む康介さんが、国は何もせず私たちを無視し続けている、他人のまま死ぬのは絶対に嫌、憲法違反ということを国会にはっきりと示してくださいと違憲陳述をしました。裁判は今日で結審し、判決は今年12月13日に言い渡される予定です。日本では同性婚は認められておらず、法律の上では他人、この問題に立ち向かうカップルは少なくありません。長崎県大村市に住む松浦啓太さんです。松浦さんにも同性のパートナーがいます。僕たちこの裁判とても注目してまして、僕たちが日々直面する課題、今回 その住民票の件とかもそうなんですけど、同性婚が実現すればもうそれ全てこう叶うということなんですよね。松浦さんは今年5月、大村市に移住した際に世帯合併の手続きをしました。住民票のパートナーの続き柄を男女の事実婚の場合に使われる夫見届けにできるか相談したところ、大村市の市民課は2人が市のパートナーシップ宣誓制度を利用していることも含め、2人の関係を内縁の夫婦に準ずると判断、夫見届けと記載した住民票の写しを交付したのです。まずめちゃくちゃ嬉しかったんですよね。法的の保障がこう一切認められてもなかったところが、もう事実婚の範囲まではもう全て一気にこう認められたということになり得るかなと思うので、それはもう本当に大きな前進だなというふうに思っています。男女の事実婚の場合は婚姻届を提出し受理された法律婚と同じように一部の行政制度が認められます。例えば社会保険の扶養家族になることや公的年金制度の給付、介護休業、休暇の取得などです。松浦さんもパートナーが健康保険の扶養家族に認められるか窓口に問い合わせました。残念ながらそこではちょっとあまりいい回答はちょっと得られてないんですね。住民票の写しを交付した大村氏もこの点については全国健康保険協会の判断に基づくとしています。大村氏が同性同士のカップルの住民票の続き柄を夫見届けと記載して交付したことをめぐり、総務省は今年7月社会保障制度の適用などで問題が生じる恐れがあると全国の自治体に周知しました。国と自治体で見解が分かれている現状を専門家はこう指摘します。確かにまだその法律は変わっていないし、その前例がない中でその社会保障の窓口でこれどうしたらいいんやろうってなるのは、それはおっしゃる通りなんで、同性カップルが事実婚状態になるのであれば、異性カップルと同じように、事実婚として取り扱うような、そっち方向で運用が変わる方が本来の姿なんじゃないかなというふうには思っています。制度上ずっと無視され続けてるっていうのは、それだけでもやっぱりひどい人権侵害だと思いますし、同性間の婚姻を法制化するというのが一番だと思うんで。県内でも動きがあります。古賀市は先月23日、国に対し同性カップルについても法
法律婚や事実婚と同様に社会保障が認められるよう必要な立法措置を求めることなどを盛り込んだ要望書を提出しました。市の担当者は自治体が定める条例では提供できる行政サービスに限界があると話します。法に基づく行政サービスっていうのは提供することができません、はい、なんであくまでも古賀市がの条例の中要項の中で定める行政サービス、まあ、現状4つのサービスしかないというところで同性婚を認める立法措置をやっぱりしてもらうことがやっぱり一番いいこと。自治体ごとで制度にばらつきがあることも大きな問題点といいます。住民票の記載もそうなんですが各自治体の裁量でこれ行ってるんですね。なのでここの自治体ではやってる、ここではやってない、じゃあ当事者の方たちは住むところを選ばなくてはならないのか、今こういう要望書を提出することで社会機運を高めていく。ただ国は同性婚に対し慎重な姿勢、当事者たちは画期的な変化を求めています。日本に生きる人がなんかこうただただこう穏やか平和に穏やかに日々の生活をこう暮らしていくための法律とかまあ、そういうことだと思うので、なんか、もう少し寄り添っていただけたらなと思ってます。